あげてる、うん、食べましたバンカーの横あたり。フラフラした。なんで？分かんない。多分もうどこに重心置いていいか多分分かんないなと思う。忘れちゃってるんです。そう。フラフラするめっちゃ。危なかっただから。いいじゃないですか。えっ！って我慢して最後。うん！って。うん！ってなって。うん、私すごい。たえちゃんでもさ靴滑ってないの？滑ってるよ。でも朝なんか練習した時めっちゃ滑ったよね。滑ったんですよ朝一。ね。うん。今も滑ってなかった。滑ってます。靴大丈夫なんですよ裏は靴がいいですよこの靴そうだかわいいね見話えジェンさんのこれどこのなんですかこれなんかねゾイのいろいろ変えられるやつこれもカスタムカスタマイズみたいなそういいでしょめっちゃかわいいおしゃれおしゃれでしょなんか軽いんですかあこれは重めあ重めなんだ重めでなんか逆に重い方がいいよって言われてる時代もあったから、はいはい、時代今の時代今結構軽い今なんか軽いの多いですよね多いじゃん、うん、私はこれを作った時は、うん、なんか重さで足が前に出るみたいなで歩きやすいよみたいなことを言ってた時代時代多分時代分かんないことでちょっと1年後とかぐらいにああいう軽い、はいそうシューズがさスパイクっていうか、うん、出てきたスニーカーみたいなやつとかすごい出てきて、うんうん、あれれって思ったあれれこれ軽いから今の時代ですかそうそう今の時代今の時代のそうニューバランス軽いですよそうこれは重いなんかソールがしっかりしてそう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 すごい硬い、かわいいかわいいでしょ、うん、いいのよ、うん、薄いな芝が止まれこれはねゴルピアのヒロさんが言ってたこういうなんかやつやってるでしょ多分あれだったんだよね薄いからなんかこうやって打ってるやつあるんですよじゃあそれ止まれ止まれ
き。惜しい、ナイスタッチ。すぐだった。なあ。暑いね。鳥です。またなんだか思いました。ディポットに入ってたの、こっち来たら。あ、そうだったんですか。逆目のディポット。うん。でピンあそこどうしようなぁ、で打つかなぁ、うん、立てて打ったらいいのか、これしかないですよね。そう、でもクラブこれしかあれしかなかったから、打ってみたら失敗したちょっと難しすぎましたね。だから難しかった。邪魔で打てない。あっちか。まだまだ長い道のりです。あ、カートリッジまで行っちゃった。いやー難しかった。こういうところはね、なんか木の根っこ、うんうんうん、とかあるから、なるべく打てない方がね。気をつけて打つときはしっかりチェックしてください、はい、結構でも冬とかでもみんなゴルフやってるのかな、まあ、インスタとかではね、なんかゴルフ場行ってますっていう写真とか動画とか見ますけど、私はだいぶ行って、多分1月から2回とかしか行ってないです、まあ、今日は2月14日ですけど、結構行ってる人は行ってる感じしますよね。今年ちょっと暖かいしね。あ、確かに。なんか去年よりは寒さはなかった、うんうん、で私ダウンの下とかにモコモコの服をさらに着て外とか歩いてた気がするけど、全然大丈夫です。普通のコートでも行けた。今年あんまダウン着ないよね。着なかったです ね、 ね、うん、ナイスショー。あ、右行っちゃった。大変。いい音。いい音はいい音だったね。そう、当たってますよ。なんかね、どこに体重を置いていいか分かんないもんね、やっぱり。久々だ。うん、うん、テイクバックでフラッてすると、うん、でもずっと打つ前まですごい考えてやってましたね。なんか一人でボツボツボツ言いながら、そうそうめっちゃ考えてるなと思って。そうなんだ、意外と考えてるでしょ。いや意外じゃない意外とじゃないですよ。普段は全然喋んないでゴルフするから、うん、そうなんですか。あんま喋んないかも。喋ってそう。そういつも喋ってそう。意外と、うん、そうカメラ回ってるから結構喋ってるけど、うん、普段はプライベートでゴルフするときはあんまり喋んないですね。意外です。実は、うん、もう黙々とやってるんですか。そう、なんかまあ結構黙々とやる人とラウンドすることが多いからか、うん、あ、それもありますね、うん、だって一人で歩きながら携帯してるからやってる。すごいなんかリアルですね。あ、180ヤードもある。なんなの？今7番です。7番。
けど、なんかちょっと飛んでるかもしれない。飛んでます。飛んでますよね。すごい飛んでる。ちょっと今日は高いから飛びすぎてますね。やっぱ季節の変わり目は最初の距離感が合わないことが多いです。ワンクラブぐらい違うかな、いつもだったら58で打つんですけど、52にします。理由はなんとなくあ、なんでかけちゃった。ない通りに引っ掛けました。集中してなかったな今。つま先上がりだったので、そのまま手がこう出ちゃいました。こういうこう傾斜があるときはやっぱ番手一個上げて打つのがいい。明日からパターするより、そうよりは、私は強く打つとかよりかは番手上げて、まあ、ランも含めて、まあ、登りやすいかなと思うんで上げます。これでも58で打ってちょっと失敗したら絶対戻っちゃう、ねえタイちゃん。難しいですよね。あれフットフックだった。あ、でもフックっぽくもね。手前フックかなと思って、最後スラかなと思ったんですけど、ダボだな。はい、タイちゃんお疲れ様でした。お疲れ様でした。久しぶりにね、タイちゃんと一緒にラウンドしたんですけど、タイちゃんすごい力強いショットばっかり出ててやっぱすごいなと思いました。いやちょっとドライバーだけはそこそこうまくいってたんですけどね。はい、今日ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。すごいね、ビビンバ。ビビンバです。美味しい。混ぜないとじゃん。混ぜます。はい。あ、おこげできてる。早いね。すごいですね、ジュース。あ、そう。美味しい。お料理よく食べるようになったら、辛いの食べれるようになる。苦手だったんでしょ。全然ダメで。へえ。キムチとかも大嫌いだった。いっぱい乗せてくれたんですけど。一回本場の食べたい。あ、韓国に行ってね。韓国の。私も韓国行ったことないんだよね。あ、そうなの。うん。行ってそう。ね、私も行ってそうな気がするんだよね。行ってないなって。コーヒーフロート。どうですか。美味しい。美味しい。野菜もたっぷり入ってて、コチュジャンも入れたりして効いてます。え、これ結構醤油かける派？普通かける派？私つける派なんだけど。あ、私かける派です。かける派？かけちゃう。ご飯にもしね。あ、なるほどね。私はつける派なんです。これ結構分かれるかな。いってみます。さっぱりってやっぱ、お魚だから。赤身。久々に赤身食べたかも。魚食べるんですか。なんか中トロとか多い気がする。美味しいです。はい、今日ね、夜はね、焼肉なんで魚ついていこうか、タイちゃん。いいですね、行きましょう。今度は一緒に行こうね。今度だそうです。何がいいね、やっぱり焼肉。焼肉好きですね。焼肉いいよね。焼肉行ったら、タンとハラミ。あ、タンとハラミだよ。どうした、何食べるんですか。私もタンとユッケ。ユッケ焼かない。ユッケ食べれないですよね。ちょっと焼いてみたいな。
焼きユッケもあったもんね。半生みたいな、うん、かな。美味しそう。一応焼いてみたいな。